今日は、ニカラグアのね、はい、カサブランカですね。はい、はい、アカマラナチュラル、オーツの品種のナチュラルセンスになってますね。はい、ですね、はい、今年はあの1番で、R1 番でやってるんですけれども、今日は3で、R3 番で、はいはい、やりたいと思います。はい、中入りにするとどんな味になるのかっていうのが楽しみですね。前はねやってたこともあるんだけどね、実は。あ、本当ですか。うん、でもここ最近はずっと R2 でやっていて、今年は R1 を挑戦しようかってことでちょっと R1 をね、やって、結構人気はあるよね。だいぶ人気ありますね。なんか気がつくとなくなってるもんね。なくなってる。やっぱあのフルーティーな感じと、なんていうんですかね、透き通った液体にフルーティーな感じがやっぱ好きな人は好きですよね、絶対ね。僕も美味しいなとあれは思います。そんな酸味もなくて飲みやすいなと思います。さて、もうなんか、はい、見に来てくれてる人いるみたいですね。ありがたいですね。はい、はい、だいぶこの始まる前に実はタラタラ喋ってるっていうのが定着してきて、はい、そうですね、だいたい5分前には始めようっていうのでやってますもんね。はい、チュルチュルもね販売開始して、はい、そうですね、はい、まだまだちょっとなんか天気が微妙だからね、今日はまだ出てない、はい、晴れた日とかに冷たいのを食べたいなと、ぜひ食べてほしいです。明日もちょっと天気微妙だけど、はい、まあ、ぜひね、はい、あのチュルチュル食べてほしいですね。はいはい、もう本当に本場のものですよね。なんていうんですか、使ってるものも何から何まで全て、そうそうそう、氷とバニラアイス以外は全部あの、はい、現地で使ってるものを現地のものを、はい、使用していますので、はい、もうほぼほぼ現地の味が再現されているというね。そうですね、日本でそんな店ないんで。普通にないですよね。ないです。で、あの器とかも結構現地で使われてるやつと、はい、あ、似てる感じの、ほぼ一緒のものを使ってるんですね。もうなんかコスタリカ行ったら同じものがあるみたいな、それぐらいすごい、はい、あの再現度です。再現度すごいですよね。はい、なので、はい、ぜひ新幹線に乗って食べに来る価値があります。はい、ぜひぜひ。お、ニコニコ金太くんがこんばんは。こんばんは。タケリンもこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。今日はね、はい、はい、頑張ってやっていきましょう。はい、はい、ルーチャンネルさんもこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。何のチャンネルなんですかね。ルーチャンネルさん、カレールーとかいろいろ紹介してくれるチャンネルなんですかね。そうかもしれないですね。今日は何キロぐらいで今日はやってるんですか。はい、1キロでとりあえず1キロで、はい、焼こうかなって思います。はい、カマラナチュラル、はい、もう早速入れていっちゃおうかな。入れていっちゃいます。はい、はい、コーヒーゼリーもあと残り1個になってるので、はい、なるほど。朝一仕込みで仕込んで、はい、分かりました。さあ、はい、じゃあそろそろ入れます。はい、1キロってね、意外と嫌な感じの嫌な感じありますよね。難しいよね。はい、もうちょい増やすといい感じになるんだけど、はい、
1キロって結構微妙なところで、1キロと 1.2 キロは失敗率高いんだよね。高いですね。600、800ぐらいだとね、まだそれ用のね、あのプロファイルがあるからいいんだけど、そっちの方がうまくいったりします。そうそう、1キロって難しい。1キロは難しいね、この球はね。じゃあいきます。はい、スタート、発進。しかも、まあ、午後初釜ですよね。あ、そうだね、そうだね、うん、僕がもし茶山さんの初釜だったらだいぶプレッシャーをかけて、午後の初釜、しかも、はい、大粒っていう、はい、難しいパターンがこういろいろ重なってるんで、はい、不安な感じです。大粒やっぱ難しい。大粒はね、やっぱり難しいね。何だかまで水分を飛ばすのが、芯まできちんと火を通して、この火力不足の味を出さずにフレーバーをきちんと表現してあげないといけないんで、ここが難しいですけど、でもきちんと焼ければ非常に美味しい。そしてあの大粒品種だからといって、世の中に出回ってる大粒品種の全てが美味しいわけじゃないからね。あ、そうですね、うん、ちゃんとあの個性を持ったいい大粒品種の生豆をチョイスしてきて、それをさらにいい焙煎をして初めてこう美味しい個性ある大粒品種が味わえるということなので、ぜひカフェテランゴの大粒品種は皆さんに体験してほしいですね。はい、本当に間違いないと思います。今の5種飲み比べセットもあるしね、はい、いろんな豆を比べるチャンスもありますね。温度はどうですか？はい、具合は温度は今中点に達してますかね、ほぼほぼ。なるほど、まあ、2分半なので、こっからどれぐらい ガスをつけていくか。大粒なんでこうじっくりと余熱で温めて、そっからこうガツンと3分まで。はい、おたきりんが中まできちんと焼けてるの大事っす。大事です。大事ですね、本当に。中まで焼けてないと飲めばすぐ分かるからね。あって感じちゃいます、ね、はい、はい、ちょっと3分待って4で4分つけていきました。どうかな。もうこの初めの一歩で間違えると後々苦しくなるからね。後々苦しくなっちゃうね。前半がやっぱ大事なので、ここのね、何分待っていくつの火力でスタートするかはやっぱその経験と勘が必要だよね。そう、これぐらいでいけばこれぐらいで上がっていくだろうなみたいな。茶山さんとの焙煎って何年ぐらいになりますか？焙煎始めて、焙煎始めてそうだね、20年は経ったね。20年は経った、20年すごい、20年経った。やっと最近こう焙煎が分かってきたような気がします。本当ですか？はい、10年もそうですね。奥が深いですね、焙煎。
ぱこういろんな釜を使ってきたっていうのも大きいかな、うん、いろんな釜を使って、あとはこういろんな人に教えたっていうのがすごく経験としては大きいかな。教えるってこう自分の気づきにもつながるから。そうです。なるほどと、教えてて自分の気づくことが多い。今は5分ぐらい、5分で、5分で、うーん、3分ぐらい、ちょっと落としていきたいかな、もうちょっとゆっくりいきたい。これもね、あの落としすぎると大変なことになる。またそれでもダメになっちゃう。そうなんです、そうなんです。たった15分の中にこう分岐点がいっぱいあって、それをいかにこう正解コースを一個一個選んでいくかっていうね、もうなんか綱渡りみたいなイメージでやってます。やっぱだから最初に間違うと、はい、もういろんなとこ行っちゃって、もうダメです。なかなかね。まあ、6分で142度だったら、うん、まあ、いい感じで、いい感じで、ね、はい、してます。お、こんばんは。今度、SJ336B36CCA256 の3種で地植えしようと思います。何の品種だかよくわかんないですけどね。初めて見ました。はい。すごい。でも楽しみですね。楽しみです。はい、いろんな種類が増えます、ね、メズラとか。じゃあ見せますか。はい、はい、知ってるか。あ、知ってます。知ってるか。もうね、開けてってもいいかな。おー、ちょっとチャフが多いんで、一回全開にして流して。1キロの時って全開する、この真ん中で、それとも50、50で済ませる。ちょっと開けますね、やっぱで、ちょっと早めで全部戻しちゃうしてますね。最近1キロであんまり全開しないんだけど。あ、本当ですか。800とか800は確かに全開はしないから、ね、ただこの場合ちょっとシャフが多いから気になるなっていう。ナチュラルだからシャフが多めですね。少しこの辺から上げといた方がいいかな。8分で160度だったら、はい、温度的には余裕だよ。バッチリ、うん、安心感がある。安心あります。安心感があるとこうふんだんなく火が使えて成功する確率も高く、はい、高くなります。汗前の勢いがつきやすい、うん、やっぱもう温度上がりすぎちゃって、これ以上火使えないけどでも使わなきゃみたいな、そのせめぎ合いの時が一番苦しい、ね、苦しいですね。もうギュッと抑え込まれてる感じがあります。はい、1分45秒、168度、まあ、10分で180度を目指していきたい、はい、もうちょいこの辺攻めていけそう。まあ、大粒なんでガス圧を下げるのはちょっと早めに行いたいから、あ、ね、ちょっと早めの段階で先に火を入れておきたい。ちなみに火力5って、はい、使う1キロで1キロ4.5 ぐらい。4.5、さすがに。5を使うのは何キロ。5を使うのは 0.8 とか、あ、そう、
あとも次です。0.8 とか 0.6 は5いってます。そのぐらいの方が。そうね。貯めれる。スカスカだから。スカスカなんで。あと逆にこう 2.5 とか増えた時に俺はこう使うんです。ああ、でも。そうですね。今10分で185を、まあいい感じに、そうですね。ちょっと豆面にしたいとか、そうですね。はい。ね。香ばしくて、はい。だいぶいい感じで、はい。ここはちょっと表面焦げが怖いんで、うん、注意深く。あ、これでいいかな。これでいいかな。でも、1キロって。今の段階で開けないよ。開けないっすね。1キロは風来てから、来てからしてます。すごいよ、豆が綺麗です。ふっくら丸いんで。さあ、11分になろうとしてますが、そろそろ1が外れる。そうですね。高い豆だし、ちょっとあの大粒なんで熱を溜め込んでるから、今度逆にね、熱をこう吐き出していく時期に入ってるから、今12分ですね。はい、もうこれ R3 なんで、まあ余裕を持って下げていけるかなと。はい。とりあえず1ハゼ終わるまでは3でいきたいなと思って。でも思ったより温度が上がってきてるので、段階的に下げていきます。2ハゼが来そうだ、もう来てそう、やばいやばい1ハゼ終わったか、終わったね、やりました、終わりましたね。ちょっともう切っちゃいます。なんか2ハゼ来そうな、ちょっと勝手に上がって2がハゼるんだろう、ハゼてそうな、ガンガン上がる。あー来てるね、来てる。見はず来たね。どこまで入れるかな。せっかくだから少ししっかりめの R3 で。まだ上がってない。14分ぴったりで出します。はい、はい、おー、綺麗に焼けた。すごい、めちゃくちゃ綺麗に。うん、なんかあの勝浦ナチュラルの豆面がそのまま大きくなったからだよねすごい、わかりやすい、うん、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じですか。うん、よし。
楽しみですね。これは楽しみ。特になんか何の不安要素なく焼けたんで。うまくいきました、ね、うん、うまく、すべて滞りなくいきました。中まで火が入ってるといいですね。うん、いや、このヘラを入れた時の豆の軽さがちゃんとカラカラしてるから多分大丈夫。水分が抜けてる感じ、うん、これで入れた時にザラっていうあの重たい感じが来るとちょっと不安になるよね。あ、これダメかもしれないなっちゃう。なるよね。おそらく今季この袋で最後かな。あ、そっか、1体だけなんですね、うん、そして来年同じ価格だったらもう継続しない。あ、なるほど、と思います。はい、だいぶ上がっちゃいますね、正直、うん、倍になったね。あ、倍以上かもしれない。南国宮崎さん、こんばんは。こんばんは。なので、はい、まあ、うちでこのカサブランカのパカマラナチュラルが飲めるのもね、今季限り。今季限り。半分ぐらいに減ってるもん。もう減ってますね。半分ぐらいだと思います、ちょうど。あと15キロぐらいかな。はい、この袋めっちゃ可愛いです。うん、この袋いいよ、すごいいいな。お湯が沸いたら、はい、味見していきましょう。はい、焙煎ライブ久しぶりだもんね。結構久々ですよね。うん、2ヶ月ぶりぐらい。そんなぶりですね。5月やらなかったからね。そうですね。4月はやったよね。4月はあの芸者の飲み比べじゃないですか。だ、違うか。なんかそんな気がしてます。そうだった気がします。で、5月なくて伊勢丹のね、そうです、伊勢パンが重なってなくて、はい、え、そうだっけ、わかんない、あ、違う、伊勢パンじゃないや、あれだ、合同出張報告会が重なってなかったんだ。なので2ヶ月ぶりに焙煎ライブ。渋谷行ってきたんだけど。あ、そうなんですか。うん、午後ね、すごい人だったやっぱそうですよ。いや、もうね、あのコロナ前の渋谷に完全に戻ってるね。あ、本当ですか。うん、あのなんかスクランブル交差点のあたりが、はい、もう歩きにくくてしょうがないみたいな人だらけ。そう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 、あのなんか東急から渡って、はい、あのスターバックスとかある、はい、あの辺に行くまでがもう大変みたいな。あそこで人疲れしちゃうぐらい。全然歩けないぐらい人が一心で、あのスクランブル交差点であの動画撮る外国人もめっちゃ復活してて棒長い、ね、そうそうそう長い棒で
何人が撮ってるんだこのスクランブル交差点っていう。あれすごいですよ、ね、うん、なんか我々には何の価値もないよね、あそこの動画。そうですね、あんまり今は必要ないかなって感じはしてます。その動画何に使うのって感じだね、撮って普通の光景だからね、はい、我々にとってはでもその向こうでは普通じゃないっていう可能性はあります。あ、向こうでは普通じゃないよ、もちろん。そうですよね、うん、あんなところないから、ね、ないですよ。あ、ハシカね、ハシカ流行ってるみたいだね。あ、そうなんですか、ハシカ。心配ですね。ハシカ俺、やったことないんじゃないかな。なんか僕もあんまり記憶がないんですね。うん、いや、なんかコロナよりもハシカの方がよっぽど怖えって思う。あ、大人になってから語る。確かに。重症っていうか、まあ。コロナなんて、3、4日寝てれば。元気な人はほとんど治るからいいけど、はしかとか嫌だよね。あと風疹、あ、風疹、風疹も俺やってないから、 あれも大人になってかかると結構なんかなっちゃう、結構きついって聞くから、まあ、やったことないから分かんないけど本当にきついのかどうかはなんか無料クーポンとか来たの、はしかの予防接種、あ、はしか、あ、はしかかな、風疹かな、なんか無料クーポンとか届いて、接種券、接種券みたいな受けられますよ。そうなんですね。また始めますか。はい。サブランカ、おじみですね。いただきます。はい。めちゃくちゃすっきりクリアに焼けてる。あ、完璧ですね。うん、めっちゃ美味しい。完璧だ。うん、程よく苦味がいつもよりもプラスされて、アール一番だって結構ストロベリー感強いかなと思ってたんですけど、そうだね、うん、ここに来るとなんていうんですかね、いちごチョコぐらいな、なんていうんですか、ビター感プラスで、美味しいです。うん、美味しい、よかった。まあ何の不安要素もなく焼けたから当然といえば当然。焙煎、このローストライブって結構やっぱ緊張しますか？ローストライブ特に緊張はしないけど、でもこう味見の時は若干こう不安になる。そうですよね、うん、すごいですね、一発目で。じゃあ、はい、次のローストライブは、いや、プレッシャーが、ついにローストライブデビューデビュー、そう、まあ、やってもいいなかな、やってみます、したらデビュー銘柄パタゴニア、うわしかもこっちのでかい音かまで、そうそうそう、いや、プレッシャーっすね。R1 が登場するまではこっちだったんだけど、はい、
なんか R1 結構美味しいんだよ。そうですね今、はい、比べると R1 の方がいいかなって気がする。なんかよりこの豆の良さを、はいはい、うん、しっかりと出してるような気はする。これ、まあ、この3は3で美味しい、はい、美味しいです。前は3とか2とかその辺で売ってたから。そうなんですね。うん、一番のすっきりって感じがやっぱいいですね。うんうん、多分ね、はい、一番初期はこの3で売ってたの。あ、そうなんですか。うん、だけど、はい、2になり1になり、だんだん浅くなってきてなるほど今に至るんだけど、まあ、お産にちょっと戻ってみると、はい、ああ確かにこんなだったなっていう。うん、まああんまりこう酸味が好きじゃない、はい、だけどナチュラルは好きっていう人には刺さる商品だよね。すごい。そうです、ね、酸味がきつくくる感じな豆ではないですよ、ね、一番タキリンがパタゴニアでライブデビューってスパルタスパルタですねプレッシャーがすごいですね、うん、南国宮崎さんがライブデビュー時は買いますよ。おお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 おなかなかないですよ。なかなか8種類扱ってるロースターってないと思う、はい、8種類飲み比べセットもやろうかとは思ったんだけど、はい、ちょっとやっぱパタゴニアが入ってる、はい、それプラス今度エステランサとマラゴジペとかが入ってきちゃうとすごい高いセットになっちゃうので。そうなんだよ。パタゴニア入ってて、そう今パタゴニア入って5種で5500プラス税みたいな感じになってるけど、それじゃすまない。あと3種だから、エスペランサ、マラゴジペ、あと何が入る？これ粒ですね。あ、あれだ、ウエジャだ。あ、ウエジャ、これもこれも高いです。高いですね、はい、一気に出たな高級セットになっちゃう。そう、基本的に高級豆だからね。そうですね、本当に、うん、まあしょうがないよね。中米の全体の生産量で 1% とか 2% とか、もう本当そんなもんなんで、ね、すごい希少ですよね。希少。ただ8種類持ってる店が希少ですって言ってもあんまり説得力ないんだよ。そうですね、そんないっぱいあるじゃないかってなっちゃう。たくさん持ってるじゃないかって言われちゃう。そうそうそう違うんですよ。すごく希少なものがめちゃくちゃ集まってるんですよね、はい、それがカフェテマンゴ、はいはい、全部間違いない、はい、タキリンがいつの予定かなと、はい、ライブデビューですかね。ライブデビューですね、はい、まあ来月ですかね本当にいいですか7月じゃあ7月 2週目ってことですか、うん、14とかですか。あ、違う、15とか。あ、8ですね、マジで。8だ。8になります。もう予定で8だから、やっぱ大粒を焼いてもらって、はい、なんか大粒5種セットに入ってない2種類ぐらいを焼いてもらって、はい、なんかちょっとセットにして、はい、プレッシャーですね。大粒5種に入ってない その3種のうちの5種ぐらい、2種ぐらい。パタゴニアとウエジャン。だいぶお高いセットになっちゃう。お、なんか質問来ました。佐野さんから、はい、いきなりの質問すみません。はい、コーヒー豆は先物取引やってますか。先物取引ね。先物取引って聞きましたが、はい、不作でみんなが買うから値段が上がるのは分かるのですが、暴落するのはなぜなのでしょう。あ、暴落する理由ってことですか、ね、まあ
そうですね、先物取引ですね。スペシャルティーコーヒーは別に先物取引ではないんですけど、まあ、そのコマーシャルコーヒーっていうのはそのニューヨークとあとロンドンに相場がありまして、まあ、そこでこうやってるんですけど、なんなんでしょうね、そういうマーケットの動きは不思議ですよね。いきなり暴落したりもよくあることではない。そんなにはない。その何年かに1回すごい下がる時があって、だから最近、ここ最近で一番有名だったのは2000年頃のコーヒー危機がありまして、その時に要するに農家さんが作ったチェリーが売ってもそのコスト以下の値段でしか売れなくて、めちゃくちゃみんな困って そこから出てきたのがコスタリカ のマイクロミルだった。マイクロミル、要するにそれまではチェリーを積んで売り渡してたんだけど、もうそれだと買い叩かれちゃうから自分たちで全部精製して製品まで仕上げよう、ちっちゃいミルを自分たちで持って最後の製品まで作ろうっていうのが出てきたのがそのコーヒー危機があったせいなんだけど、なんでなんですかね。不思議ですよね。不思議ですね。はい、そんな感じですかね。ちなみにニューヨークの相場はアラビカ種で、ロンドンはロブスター種。あ、そうなんですか。そうなんです。ここで種類だ。相場がそう違う種類になってるんですよ。それはでもコマーシャルコーヒーのお話。そうコマーシャルコーヒーのお話。スペシャルティーコーヒーはそうなんていうの、値段と味と値段、サンプルもらって、そうサンプルもらって直接買っちゃうので。ただスペシャルティーコーヒーも実はその相場で決まってる価格から完全に離脱はしてない。そこをベースにしてお話が進むわけ。基準が一応ある。そうだ、基準は一応そこのコマーシャルコーヒーの相場の価格があって、だから例えばそのスペシャルティーコーヒーの価格があまりこう上がりもせず下がりもせずあったとするよね、はい、でそのコマーシャルコーヒーの相場の価格がすごくこう下だったと、はい、まあ普通そうなんだけど安いから、はい、ただその相場が高騰してスペシャルティーコーヒーの値段をもしコマーシャルコーヒーの値段が上回ったら、はい、農家はこっちに売るよね。だからコマーシャルの相場にスペシャルティを流しちゃうわけで、こっちの方が高いから。じゃあそれは困るよねっていうことで、スペシャルティはさらにその上の価格をつけなきゃいけないわけ。だから相場の値段とスペシャルティの価格っていうのは、まあ、実は連動してるというか、きちんと関係があるんです。完全に、そう、完全にそこからは自由になれないんですけど、スペシャルティは違うんです。勉強になります。はい、スペシャルティは先物では決まらないんですけど、まあ、そういうね、完全に価格が先物取引とはこう離脱できないというね、事情があります。さっきのセリとアテナ。セリがある。あるかってことですかね。セリで決まってんのはアフリカのエチオピアとかケニアとか。あの辺はみんなセーラーズオークションですね。先物取引って結局本当にコーヒーが必要な人が買ってない可能性があるのよ。ただ単にその金を動かすためだけに、全然コーヒーいらないけどこれ不作だからコーヒー上がるなっつってガツンと買いを入れてみたいな、そういうやつらがいっぱいいるから、なんかこう価格が
本当にコーヒーが欲しい人が買ってるわけではないから、すごい、いろんな事情があります、ね、そうだから難しいよ、難しい、わかんない、俺には全然わかんない、そんなに先物取引とかやってないから勉強になりますね。まあまあコーヒーの価格はでも下がると農家さんは困るわけ、そうですね、なるべくあんまり下がらないようにしないといけない、うん、マネーゲームです、マネーゲームです、マネーゲームマネーゲームにコーヒーが取り込まれて、そうで、なんかその2050年問題とか言って、はい、コーヒーが言ってますよ、取れなくなるみたいな、はい、あんな全く嘘だから取れるは取れる、取れる取れるまだだってコーヒー栽培可能地域っていっぱいあるから、作付ければね、で今取れてるところがたとえ気候変動で取れなくなっても別の地域で取れるようになるから、絶対に移動しつつ、そうになるっていう、そう、場所は移るかもしれないけど絶対取れるから、いろんな味のコーヒーもできそうですよね、移動してから。だからなんか2050年問題とか言って騒いでるのって大きい企業なのよ、はい、で大きい企業ってその安い豆を大量に買ってるから、一番あの気候変動の受けやすい地域の豆を買ってるわけ、大きい企業で、そうで我々はあのスペシャルティーコーヒーは山の高いところで取れてるんで、まだその標高の低い土地なんかよりもずっとその気候変動の影響って受けづらいところに位置してるんで、まあ、そんなにまだスペシャル、標高低いところが、標高低いところはもう先に影響を受けるよ、だって雨が増えて湿度が上がれば病気が蔓延するわけじゃん。なので安いコーヒーを買ってるとこほど先に困ってくる。からちょっと大変だって騒いでるのはでっかいコーヒー。でっかい。世界的に見てブラジルが中心で見られてるんですか。価格的なものね、ブラジルが不作だと相場はでっかく動きます、はい、そこが中心、そういうことですね、まあ、生産量1位ですか、そうですね、はい、一番大きい、この動画のアーカイブもう一度見たいです、この動画のアーカイブ、ここまさにこの動画ですか、多分これはアーカイブになるよね、 なるはずです、なんで後で見返すこともできると思います、はい、はい、なります、あ、でも大したことは言ってないと思ういやでも勉強になりましたよ、あ、そう、はい、マネーゲームもあったりはい、そうです、チャット GPT 聞いてみてください、ああ、そうですね、はい、2050年問題、そうどうしたらいいかもしれない、この間あの、はい、ちょっと瓦版にいろいろ書く、ああ、はい、書いてるときにちょっと初音ミクのことをチャット GPT に聞いたの、はい、そしたらチャット GPT が答えたのが、はい、私が生まれたのはその2020年だか2021年だかで、ちょっと初音ミクはその前に生まれてるので、ちょっと私には情報が少なくて分かりかねますみたいなことを言われて、あ、そうなんだそうなんですね、ちなみに最近ロブスター種がかなり増えていますよね、個人的にアラビカ種が大好きです、あ、ロブスター種増えてますか、かなり増えてますよ、ね、なんかロブスター種増えてる印象あります、ちょっと僕はそこまで気にしたこともなかった、増えてるのかな、でもさ、個人的にはなんかこうお外でコーヒー飲んだ時に、はい、うわこれロブスター使ってんなって思うことは減ってる気はするんだよ、うん、すごく減った気がする、昔よりも、あ、そうです、
まあなんていうの、そのロブスターっぽい味を隠す技術が進化したのかもしれないけど、個人的にはそんなになんか増えてる気はしないんだけど、どうですか、なんかどっかのコーヒー飲んで、うわこれロブスター使ってるなって思いましたか。気になります。気になりますね。生産量的には増えてるのかどうかわかんないですけど、なんかこう街中で飲んでロブスター風味に出会うことは激減した気がする。まあそういうなんかコーヒーはあまり飲まないせいなのかもしれないけど、ファインロブスターとか出てきてますよね。ファインロブスターとかなんかあのロブスターのスペシャルティーとか。そういうの聞くよね。あ、そうなんですか。ファインロブスター、あんまりそれ飲んだことないんだけど、どうなんですかね。ただ飲んだことのある人の話を聞くと、ロブスターはロブスターだってやっぱり言ってたけどね。どうなのか分かんない。私はこう飲んだことがないので。みゆうさんがこんばんはと。あ、こんばんは。タケリンがロブスターを表に出すようになったんじゃないってことで、あーロブスター使ってます、いいロブスター使ってますみたいな、あえて、あえてロブスター推しみたいな。もうなんかあれだよね、アラビカ州そろそろみんな飽きてきたでしょロブスターこの麦茶っぽい感じ美味しいでしょみたいな感じで、逆にロブスターを出してきてる傾向はあるのかな、わかんない。どうなんですかね。あんまりそういうのもちょっと聞いたことないんだけど。あ、千早さんだ、こんばんは。こんばんは。どこかな、まあ、インスタントコーヒーとか、そのコーヒーの加工品に使われているっていうふうによく本とかには書いてあるけど、実際にじゃあそれを使ってるところを見たことあるかって言われると私はないので、はい、なんとも言えないよね。わかんない。わかんない。わかんない。なんかそうね、見てないから実際工場に行ってさ、ロブスター使ってなんか抽出して、ああインスタントコーヒー作ってんなって見たらまあ言えるけど、そうそう、実際見たことはないからね、なんとも言えないです。なんとも言えないです。缶コーヒーだってアラビカ 100% のご時世だよ。そうですよね、割とそういうのもありますけど、そこまでロブスター使わないんじゃないのかなと思うんだけど、まあ一応生豆市場には数種類売ってるけど、ね、でも一回そのファインロブスターとか、はい、なんかいい美味しいと言われてるロブスターを買って、はい、焼いて売ってみるのもいいかもしれない。そうですね。まあこうなんていうの、我々スタッフの勉強にもなる。勉強にはなります、ね。ロブスターってこんなんよみたいな。気になる方にも飲んでいただきたいですね。でさ、そのロブスターを飲むことによっていかにアラビカが美味しいかも再認識できるし。はい。そのね、そうですね、アラビカばっかり飲んでるとアラビカの内側しかわからないから。やっぱ外側に出てみて、あ、アラビカってこんな美味しいんだ。そうです。いろんなコーヒー飲んでっていうのは大事ですね。千早さん、美味しければ良いですけどね。うん、そうですね。美味しければいいよね。カリタの手引きミルは、引き目が均一にならない気がします。ほう。そうなんですか。すごい。突然のカリタ手引きミルに来たけど、カリタの手引きミルは、まあ、手引きミル、そうね、今あのほら、こういうハンドミルみたいな高性能のやつあるじゃん。そうそう、3万円ぐらいする、あれはすごい揃うけど、確かにそのカリタさんのミルとかって結構ガリガリとしたでっかいチップみたいなやつから細かいやつ、割と幅があるけど、それが美味しいっちゃ美味しいんだよね。それで深みが出そうですね。そうそうそう、だから抽出される成分がこうばらけて、やっぱこう複雑な味が出るっていうのが
いいところなんじゃないでしょうかね。だから別に揃わないこと自体は悪いことじゃないと個人的には思っています。いろんな味があっていいかな。そう個人的には結構来てますね。タケリンがエスプレッソの人とか好きみたいですよって。ロブスターの話ですか。あ、ロブスターの話かもしれないね。はい、そうなんですね。千早さんが砂糖をたくさん入れるベトナムコーヒーってロブスターかもですね。ああ、可能性は高いね。ベトナムは結構ロブスターたくさん作ってるから。ニコニコ金太くんがアリスタの石谷さんのセミナーでロブスターを使ってたような。そうなんですね。ロブスターの話もです。なるほど。私が堀口コーヒーにいた時に、はい、ギリギリロブスター扱ってた。あ、そうなんですね。で、私が働いてる時にもうロブスター廃止になった。あれ電源なくなっちゃった。え？はい、すいません。ここからはあのしばらく音声で、今伊原くんが電池を取りに行ってますんで、すいません。ラジオカフェテなんで。すいません。はい。え、なんで？なんでそんなすぐ切れちゃった？結構充電した。電池変えた？電池満タンのやつ。満タンのやつ入れた。入れたはずなんですけど。あらら。おかしいっす。いつもだったら。ハイブリッド種が流行るのかなっていう。ハイブリッド種はでもこれからいろんなのは出てくるとは思います。なぜならやっぱり生産者がハイブリッド種の作付けを増やしてるから。失礼します。これでいけるかな。いけてると思うんですけど、なんか最近こうすごい新しい品種がねいっぱい出てきてますけど、あ、映ってるはずですね。来ましたね。あ、よかった。新しい品種は出てきてるけど、はい、なんか結局昔の品種にはかなわないよねっていうことになりそうな気はするね。私はカリタのクラシックミルを使っていましたが、今はタイムモア C3 を使っています、うんうん、タイムモアいいって聞きますね。タイムモアはね、コスパが高いですね。聞きます。クラシックミルか、クラシックミル使ってたんですね。さっきの浅野さん、ミルの話ですね、はいはい、実際に使って中粗挽きに調整しても抽出するときに1頭目で粉がお湯を弾きます。細かいってこと。細かくなっちゃってるんですかね。でしかも引いてる時にだんだんメッシュ変わってくるね。ガリガリの振動でどうか。そう毎回こう調整してあげないといけないっていうね。ちょっと大変。そう、なんかその手のかかり具合が可愛い。まあそうですよね。あの金尾さんが持ってるでっかいあれ、はい、結構使えます。あれ結構ね、やっぱね、見るって基本的に細かい方が得意なんだよね。あ、砕く。そう粗いメッシュにするとばらつきがやっぱ増えちゃうから、細かくしてあげれば結構均一に引けるんだけど、粗めに設定するとちょっとばらつきがね増えてきちゃう。まあでも、はい、個人的にはそんなにハンドドリップに関してはそこまでメッシュって1メモリ、半メモリずれてるぐらいじゃそんなに変わんない。そうです。1ずれると結構変わっちゃうけど、うん、
最初に調整すればそういいんじゃないかと。結局ハンドドリップは自分で調整できるから、はい、ただエスプレッソはね、そうですね、もうボタンを押したら最後もう何も手を下せないんで、メッシュ調整って大事になってくるけど、ハンドドリップはね、自分でできるんで、調整の仕方さえ覚えちゃったらいいのかな、いいかなって。はい、タケリンがボーレックスはビフン出るけどお値段以上、おーチープの話ですかね。ボーレックスはね、定番ですからね。定番ですね。そうそう、もう53分なんですね。はい、じゃあ、はい、来週は決めてなかったんだっけ。何も決めてない。そうか、これから決まります。来週は、一応談話室なんですね。はい、はい、で、まあ再来週川上くんが、はい、ライブセミナーでコーヒーオイルはい、オイルの話をするらしいんで、ちょっと、はい、まあその前段階としてなんかお話しようかなと思ってはいますが、はい、ちょっとまだ未定です。まだ未定です、はい、これからとりあえず談話室をやりますんで、はいはい、ぜひ見に来てください。はい、ぜひ見てください。ちょっとチュルチュル作って食べるのもいいかなと思ったんだけど、はい、この時間にチュルチュルを食べるのは結構きついかなって思って。そうですね、お腹に来ちゃうかもしれない。そうね。深い話を聞きたいです。なるほど。ゆえさんは、あと今日はチョロンギのアイスコーヒーを飲みました。おー、チョロンギ、チョロンギのアイスうまいよね。うまいっすよね、本当に。あの、なんていうんですか、カシスか、レザー感かも、バッと前面に出る感じがあって、めっちゃ好きです。そう、あ、来週ね、ちょっとあの、はい、ロズマの新豆サンプルが来てるから、それのちょっと話とかもいいかもしれない。あ、いいですね、今しかできない。あとはカップオブエクセレンスの結果が結構続々と出てきたんで、はい、カップオブエクセレンスのちょっと結果を見ながら、まあ、今年の中米の、まあ、傾向みたいなものを話すっていうのもいいかもしれない。いいですね、毎年それはやってるんだ。あ、そうなんですか。その上位にどの地区が入っていて、何の品種でどんな生成方法が今流行ってるのかっていうのが大体わかるから、まあ、それを見ながらこう分析していくと。なるほど、勉強にもなります、ね。はい、最近あったかくなってきたからコーヒーゼリー食べたくなります。あー、コーヒーゼリー今うち出してるんだよ、はい、ぜひ食べに来てください。結構出ますよね。結構出る。コーヒーゼリーとチュルチュルをね、はい、一気に並べて食べるとお腹壊しそう。はい、ちょっと冷たいものを多すぎて頭がキムキしちゃうかもしれないです。チュルチュルでかいからね。結構でかいですよ。こぼさないように気をつけながら食べないといけません。はい、なのでぜひ食べに来てください。はい、はい、どこですかね。こんなとこですかね、今日は。はい、そろそろ時間もいいんで、ちょっとだけならチュルチュルいいんじゃない。キッズサイズミニチュルチュル。そうですね、小さいサイズと、まあ、コーヒーゼリーだったらセットでセットでいいんじゃないでしょうか。なるほどね。はい、じゃあこんなところ ところで今日はよろしいでしょうかね。はい、はい、ちなみに今日のこの R3 のカサブランカバカマラナチュラルはですね、はい、200g だけちょっとフリー在庫で作ったんで、はい、はい、深沢店で明日販売します。はい、はい、ぜひ買いに来てください。買いに来てください。はい、あ、しがやさんまた行きます。 ありがとうございます。それではね、はい、皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら、おやすみ。おやすみなさい。
っちにパソコンあるから。